種類が豊富で、味に深みがあって、もう非常に美味しく感じるところですね。なんかいろいろな味が味わえるのが魅力ですかね。純米吟醸が好きです。だいたい会が始まった25年ぐらい前にこういう試飲会をやった時というのは、まず女性は来なかったんですよ。もうおじさんばっかりの会で、こんな人数も集まらなかったんですよ。それが年を重ねるごとにどん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 女性の方、しかも若い方ってのは増えていって、もうこれはもうずっと今増えてる傾向ですね。だからもう年齢層がガラリともうひっくり返りまって、今若い人の方が多くて、お年を召した方はあまり多くないっていうのが今状況ですね。はい、これからやっぱりもうちょっと若い世代にどん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 、今日も大妻女子大の方とプロジェクトを組んでカクテルを出させてもらったんですけども、そちらもお酒がなくなるぐらい大変好評で、まあそういったものを見てると、やっぱり若い世代にこれからどん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 広まっていけば、もっともっと広がっていくものだと思っております。ありがとうございます。大妻女子大学で SSI という方からお話をいただきまして、若い女性の方や日本酒離れをされている方に日本酒を普及していきたいなということで、日本酒のカクテルを提案してみたりっていう活動をしています。美味しいので食べてみてください。二口目が本当の味だと思っていただいて、はい、はい、お次しますね。はい、味にもいろいろ蔵ごとに面白いこう違いがあって、そこが楽しいです。酸味、旨味、香りっていうのがすごいこうバラいい感じに混ざってきてて、でかつ日本で飲むと日本酒リーズナブルに飲めるので、ワインとかと違ってこの最高級のものをリーズナブルに味わえるっていうところですごいいいと思います。いやー美味しいですね。From Taiwan です。美味しい、美味しいです。Different types of productionAnd it's a very local product. I mean, different tastes from different territory of Japan. ひやおろしのこのいい感じがとても味わい深かったですよね。今回で3回目だったんですけれども、3回とも楽しませていただきました。名誉木崎市、木崎市で毎回ここに参加しておりますが、来るたびにですね、やっぱりクオリティが上がってますし、いろんな工夫を凝らしていて、素晴らしい回だと思いますね。